アラン・チャールズ・ジャーディンはアメリカのミュージシャン。ザ・ビーチ・ボーイズのギタリスト。ジャーディンはオハイオ州ライマで生まれ、幼少時にカリフォルニア州放送に勉強する。ここで彼は高校時代、フットボール部でブライアン・ウィルソンに出会った。ブライアンと同じエルカミーの代に進学し、共にバンド組みベースを担当。彼はビーチ・ボーイズの1961年のデビュー曲。 サーフィンではベースを担当した。しかし司会になるためにバンドを離れ、ビーチボーイズにはデビッド・マークスが加入した。だがマークスは、そこを不良でバンドを解雇され、ジャーディンは、ウィルソン兄弟の父親マレーに養成され1963年にバンドに復帰した。ジャーディンは1960年代には、ヘルプミー、ロンダ、英雄と悪感、あの娘にキス、トランセンデンタルメディテーション、 コットンフィールズなどでリードボーカルを担当した。また、ブレイクアウェイや救いの道では他のメンバーと共にリードボーカルを担当した。彼はまた1970年代にはバンドのために作曲した。ペットサウンズセッションではスループジョン B の録音をブライアンに提案した。また、1978年の MIU アルバムではロナルバックと共にアルバムのプロデュースを行った。 カール・ウィルソンが1998年に肺がんで死去した後、ジャーディンはマイクラブとの対立が原因でビーチボーイズを離れた。彼は現在もビーチボーイズの設立したレーベルであるブラザーレコードの一員であり、自らのエンドレスサマーバンドでツアーを行っている。ブライアンとの関係も1991年にブライアンが出版した自助伝の内容をめぐって悪化していたが、 ブライアンはランディによるマインドコントロールから抜け出して以降は徐々に和解し2006年11月には10年ぶりにステージ上での共演を果たしている2010年6月名優ブライアンら豪華ゲストを多数迎えた初のオリジナルソロアルバムアポストカードフロムカリフォルニアを自主制作にて発表ビーチボーイズの未発表曲 Don't Fight the Sea を含む 2012年4月にボーナストラック3曲を加え、ウォーターフロントレコーズより、プレス CD にて再発された。2011年2月5日、カリフォルニア州シミバレーにある、ロナルド・レーガン・ライブラリーにて行われた、レーガン生誕100周年記念イベントにおいて、マイク・ラブブルース・ジョンストンによる、ビーチ・ボーイズのステージに13年ぶりに参加した。ソロとしては、 1999年にノースウェスト航空の社内イベントにてビーチボーイズファミリーフレンズとして来日公演を行ったことがあるが一般向けとしては2011年2月にエンドレスサマーバンドを率いて初来日16日にビルボードライブ大阪18.19日にビルボードライブ東京にてコンサートを行った2012年には ビーチボーイズのデビュー50周年最終決プロジェクトに加わりアルバムゴットメイドザラジオ神の作りしラジオのレコーディングと4月から9月までのワールドツアーに参加した。使用ギターは主にビーチボーイズ再加入から40年以上使い続けている白いフェンダーストラトキャスターで今や彼のトレードマークである。2013年からは ビーチボーイズの50周年ツアーで完全な和解を果たしたブライアンのライブツアーにデビットと共に参加、ソロアルバムノーピアプレッシャーにも参加している。2019年現在もかつてビーチボーイズのメンバーだったブロンディ・チャップリンを加えた三社間でのツアーを続け、若い頃と変わらないパフォーマンスを披露している。長男のマット・ジャーディンもブライアンのバンドメンバーとして参加し、 Don't worry baby など一部の曲では、性質の変化で、ファルセットが出せなくなったブライアンに代わり、リードボーカルを取るなど重要な役割を果たしている。ありがとうございます。